即時停戦が困難なことが浮き彫りになった形です。国連安全保障理事会は先月29日非公開の緊急会合を開きました。会合後議長書簡で武力行使を強く非難するとした上で双方に戦闘の即時停止と和平交渉の再開を求めるグテレス国連事務総長の呼びかけを支持すると表明したということです。地図が出たんで虎ノ門さんにして立ち上がるんだけどもうその前に立ち上がってるし、いやいやもう何度でも立ち上がってください。許可を得る必要なんかないですよ。いやいや、まあ、ある種のリハビリみたいなもんですから立ったり座ったり、はい、あのねこの話は非常に重要でかつね、はい、面白い話なんです、はい、ただ日本人の場合、はい、アゼルバイジャンとかアルメニアスだってピンとこないでしょ。いややはりどうしても遠いだからちょっとか、はい、あの簡単にかつ大事、はい、昔ここにアーリア人という民族がいたんですよ、はい、アーリア人、ここはあのほらチグリス・ユーフラテスのところのセム人なんですね、セム族、でここでチグリス・ユーフラテスの文化ができた、はい、でちょうどあの今から4000年ぐらい前にですねここにいたアーリア人が大移動したんです。大発展したんですよ、で一部がヨーロッパ、一部っていうか一部がヨーロッパで今ヨーロッパ人全部がここから行った人です、一部がインド、だからこれをねあのインド、あのヨーロッパインド古族って言ったんですよね、でインド人っていうのはイギリス人と一緒なんですよ、であの、まあ、そういう状態、その主力部隊がどこを通ってここに降りたかったら3つのルートあって、1つはギリシャ人がそうですけどギリシャ人からフェニキア、それからここを通った高地を、これ高いところなんですけど、ね、山があってこれ高いところを通った、それからこうインドの方に行ったって、3つの流れできた、それの真ん中通った人たちの中の1つがアルメニアなんですよ、ね、でアルメニアって今こんなちっちゃいから、みんなアルメニアってどこって言うけど、これはね、全く同じ経過をたどったのがねユダヤ人なんですよ。ユダヤ人とアルメリア人ってね、ほとんどかわいそうに同じ、この中でさ、これキリスト教の教会が世界で初めてできたのがアルメニアなんですよ、はいはい、ね、アルメニア人っていうのは固いキリスト教徒なんだ、ね、それでそのままだったらよかったんだよ。その頃はまだローマ帝国、東ローマ帝国がここら辺で来てたから、ちょうどよかったわけだ、ところがトルコがここから来た、ここにトルクメンスタンってあるでしょ、はい、トルコがここから来てここに来て、それでそのちょっと前にアラビアの方で、あのほらマホメットが今ムハンマドって言うんだけど、ムハンマドが出てきて、7世紀からはね、ここ全部ここら辺全部がイスラムのね、イスラムになっちゃったんだ、そうするとねこのアルメニアかわいそうにねイスラムの中にポツンとなっちゃったんだよ、だからもうユダヤと同じになっちゃった、それで今でもほとんど国がないみたいになるんですよこれは、あっち行ったりこっち行ったり、あっち行ったら殺されこっち行ったら殺されっていう歴史をたどって、それでもねここでキリスト教で頑張ってるわけですよ、民族がアーリア人であるってことね、でここは これはアリアだけどこれはトルコ人でしょ、でここはセム人だから、もう違うとこでぎゅうぎゅうなってるわけですよ、しかもここね高地でねここ交通の要衝だから、ね、そしてでかいことが起こったのは1914年か5年ぐらいにね、第一次世界大戦の最中にトルコがオスマントルコ強かったから、アルメニアをベーッと殺して、まあいろいろ説があるんだけど150万人から300万人って言われてるわけだ、あこの間国連で決議、ああそうそう、だからねアルメニアっていう国はね長い歴史を持ち交易関係をやってきて貿易関係やってきて、それで初めてのキリスト教徒であり、あこれ辺あ初めての教会を作ったとこであり、しかも周りが全部あのイスラムになっちゃって、もうあっちからすっからこっちからすっからね、だけどね、やっぱり僕はこのね、あの科学の人ってね、歴史知らないからね、こういう研究ってないんだけど、やっぱり僕らの体の中で脳以外のね、こういう小脳とか延髄とかいろいろ中枢神経系にね、昔の記憶が残ってるね。僕はアルメニア思うとそう思うんですよ。つまりね、彼らはね、もう転校した方がいいんだよ。変更、あのそのイスラムとかなんか別に同化してしまったらいいんだよ、そしたら殺されることないんですよ、ところがねやっぱり ね血が騒いでね、だから日本人には日本人の血が流れてると思うんだよ、ね、科学ではちょっと説明できないんだけど、この合理的に動かないってことですか、
合理的に動かない判断で動かない、うん、もう非常に合理的に動かない。しかも日本はまだ海に囲まれてるから、日本人だって頑張れるけど守られてる。彼らもここから侵入されたらトルコの強い敵なんかもう全部叩き蹴られちゃったわけでしょ、うん、それでもね、だからね、今でもあ今度どう、アゼルバイジャン、はいはい、あのトルコアゼルバイジャン応援でしょ、この記事にはトルコの話は一応載ってないか、基本的にはそうなんですよ、それで今度はロシアが入ってるから、ここまでは旧ロシアだからね、うん、だから旧ソ連だから、だからね、もうここもうめんどくさいんですよ、うん、アゼルバイジャンという国もまたものすごく大変で、これから今後もね、紛争の種になるのはここにね、離れたところにこのくらいね、ここ地図こう書いてあるけど、これにアゼルバイジャンがあったりするんですよ、はあはあ、ものすごい複雑なんですね、だけど僕が言いたいのは、一つはここは本当にユダヤみたいな国で、もう本当にかわいそうな、日本ではイスラエルはみんな知ってて、ユダヤがね、はい、こう放浪の民だったってよく知ってるけど、アルメニアはほとんど同じなんです、はあはあ、それで ああいうかわいそうな国っていうのはもう本当にね、もうじゃんじゃん殺されながら、しかし自分たちの民族を守るんですよ、また、これがね、非常に特徴的なので、それからまあ大きくはアリア人の移動というのがこうこれを非常に複雑にしてるっていうこともありますね、はい、ということです。ずっと90年代からこのナゴルノカラバフって揉めてましたよね。またね、ここにね、ここにあるんですよ、ナゴルノカラバフとかいうのが、またこれが自治区でね、さらに事実を混乱させてるの、トルコはアゼルバイジャンを支援しているということですけど、須田さんいかがでしょうか、うん、だから最後の方でね、武田先生短く言ったように、やっぱりこの旧ソ連圏、旧ロシア圏というね、はい、この三カ国、ジョージア、アゼルバイジャン、アルメニア、はい、だからここをめぐる、ね、動きで、しかもですね、そういった点で言うと、例えば、ヨーロッパ VS ロシアという構図、あるいはそこにトルコが絡んでくるという構図、だからこれ覚えてらっしゃる方いるかな、そのロシアの、ね、天然ガス、石油、特に天然ガスの、パイプライン、まあ、はい、ウクライナ経由をする西ヨーロッパ経由で、ね、入ってくる、要するにそれによってロシアのエネルギー覇権ということから脱却しようということで、はい、反ロシアという、ね、形でアゼルバイジャンのバクーっていうこのカスピ海の都市があるので、バクーからジョージアを通って、ね、そしてトルコを経由して、西ヨーロッパにつなげていくというね、はい、そういうパイプラインを建設する、でこれに対してロシアが徹底的に反対するっていうね、あるいは妨害するという動き、ですから、そういった大国の思惑で動く地域なんですよ、特にこの、3つのエリアっていうのは、つまり、先ほど申し上げたような、構図の中で、影響を受ける。だからその、まあ、今日はアゼルバイジャンとアルメニアの話だけども、ジョージアだって国土の切り取りが行われてるじゃないですか、はい、ロシアサイドからの、ね、グルジアですよね、もともとはね、で勝手に、この東部の方に入ってきて実習を、だからなんかその民族が入れ乱れてて、その融和策として自治権を与えるとか実習で、ロシアってのはとんでもない国でね、そのロシアの権益を守ると、外国における、はい、でそこは、ロシア系の民族、まあ、これが、ね、海外にいた場合に、ね、安全だとかを守るっていうのは、まあ、これは分からなくてもないよね、ロシア語を話す人たち、ね、ここは苦しいんじゃないのかなって思うわけ、はい、そしてもう一つは、ロシアを支持する人たち、はい、そのためには外国に軍隊派遣するってわけわかんないことを言い出してるんですよ、ロシアを支持する例えば日本人がいたらさ、日本にも軍隊派遣するかもしれないんですよ、なりかねないですね、なりかねない、そういったことを公然と言っている、そしてそれが公然と行われているエリアだと、でそれにどう対峙していくのか、大国の思惑であるとか、その地政学的な思惑等々がね、働いている。だから今回はただ単純にね、そのアゼルバイジャンとアルメニアの、はい、構図というふうではなくて、まあそういった背景にね、はい、思惑がどう働いているのかを見るべきではないかなと思いますね、で、はい、アルメニアってうまいブランデーが取れるっていうか生産してるですよね、先生ね、これはね、気候がまたいいんですよ、我々はもともとあったかいんだけど高原だから非常にいいっていうね、そういう宝がね、うんうんうん、ありながらね、
ロシアとトルコの背景もだからまあここら辺ずいぶん離れてるから、まあ、ご興味のない方が多いと思うけどこの機会にね、ちょこっとあの興味持ってみると面白いと思います、はい、背景のね、大国の思惑と含めてというところで、先生金鳴らしていただいてよろしいですか、はい、では続いてのニュース、あ、宗教の新教こちらで、ね、はい、わかりました、あの宗教絡みでね、はい、中国新疆ウイグル自治区ですよね、1万6000のモスクを破壊とありますが、続けて深入りまいりましょう。 AFP 通信の記事を一部割愛してお伝えします。中国当局が新疆ウイグル自治区で取り壊したモスクはおよそ1万6000に上っています。オーストラリアのシンクタンクが先月